レースカップ48キロ級世界トーナメント2018、いよいよ戦いが始まります。トーナメントの1回戦です。ラウンド1、どう変わったか。さあ試合がスタートです。グローブを合わせました両者。このね、イムソヒに関して言うと、はい、右ストレートものすごく長いんですよ。右ストレートこれですね。モーションもないしね、はい、それで前回、これまで練習してきたことを明確に出したいというリオです。さあパンチの打ち合いになります。こういう打ち合いでもね、はい、顔上がってるんですよね、まだなっちゃってるので、なかなかそこに右、はい、イムソヒのパンチ、大江さん今入りました ね、 そうね、の中央にイムソヒがいて、それをこう、はい、右ストレート当たった、左行くか、左行くか、当たった、右で返します。イムソヒジャッジ茂木30対28、赤ミオ、ミオ1回戦突破、30対28、赤ミオ、以上3対0の判定。そして準決勝に駒を進めました。